台湾ボックス。箱の中に何が入っているかな？一緒に見てみよう。豚の貯金箱。ピッキーバンク、プーマン。台湾で貯金箱の定番といえば、赤い子豚のプラスチック貯金箱です。子供たちはお小遣いを貯めて、満杯になったら大人にカッターで開けてもらうということから、豚を殺すと呼ばれています。コイン。コイン、硬币。台湾の小銭は1元、5元、10元、50元です。お金に描かれている中華民国とは台湾の元号のことで、2022年は中華民国111年となります。お年玉袋。Red envelope, 红包袋。日本と韓国のお年玉袋は白ですが、台湾のは赤です。これは2022年寅年の総統府のお年玉袋です。春蓮。Spring couplets, 春蓮。台湾人は旧暦の新年の間、魔除けや福を招くために赤い春蓮と呼ばれるお正月飾りを玄関に貼ります。日本でいうしめ縄のようなものです。下敷き。 Writing mat, 垫板。台湾の子供が普段使っている下敷きの表にはアニメキャラ、裏には音声記号ポポモフォ、クク表、アルファベット表があります。ポポモフォ、ワークシート。 Worksheet, 注音練習卷。台湾の音声記号ポポモフォとは、1912年中華民国の教育部が制定した標準語の読み方から発展したもので、全部で37文字からなるもので、今は台湾でしか使われていません。漢字練習帳。 Exercise book, 生字作业簿。台湾の小学生が使っている国語科の漢字練習帳です。台湾で使われている漢字は繁体字で、中国で使われているのは簡体字です。ペナント。 Pennant, 锦旗。これはペナントです。一番いい子、おめでとう。と、頑張ったでしょう、おめでとう。ジェンズ。 Shuttlecock, 箭子。ジェンズとは、鶏の羽を丸くて平たい部分に刺したおもちゃを足で蹴る遊びです。一部の小学校では体育の授業でこのジェンズをします。めんこ。ハグ、アガピャオ。丸いめんこの表には当時流行っていたアニメの絵柄が描かれています。ポリバルーン。アンブレイカブルソープバブル、太空气球。ポリバルーンとは、台湾の駄菓子屋さんでよく見かけるおもちゃです。中身は少し接着剤に似ていて、ストローの先に少しつけて膨らませると、いろいろな形のバルーンが作れます。お菓子。スナック、乖乖。乖乖、これはほとんどの台湾人が知っているし、食べたこともあるお菓子です。緑色のクワイクワイを機械の上に置くと、機械はいい子になって壊れにくいという都市伝説もあります。くじ引き駄菓子。ペニーキャンディ、古早味綠豆糕。緑豆餅も台湾の駄菓子屋さんでよく見る駄菓子で、ハズレなしのくじで何個食べられるか決めます。これはたくさんの台湾人の幼少期の思い出の味です。フルーツドロップ。Fruit drops, 水果糖。これは
いろいろな味が楽しめるフルーツドロップです。台湾では季節を問わず一年中フルーツが生産されていて、フルーツ王国とまで呼ばれています。バナナ、パイナップル、マンゴー、シャカトウ、ライチなど日本に輸出されていて大人気なものばかりです。匂い袋、Herbal Perfume Sachet、シャンパオ。旧暦5月5日は端午の節句です。ドラゴンボートを漕いだり、ちまきを食べたりします。匂い袋の中身は血管石の粉とよもぎです。厄払いと貿易の効果があります。お守り、Amulet、平安符。台湾人はお寺に行って神様からお守りをいただいて、厄除けや安全祈願を祈ります。ポエ、Moon Blocks、脚杯。お寺で拝むときに使う道具で、台湾語でポエと言います。使い方は両手で持って、ポエを落とします。表と裏は、はい。表と表は、いいえ、という意味です。そして、裏と裏は、神様がお笑いになります。つまり、わからないからもう一度やってください、の意味です。レインボーフラッグ、Rainbow Flag、彩虹旗。台湾は、2019年5月24日からアジアで一番最初に同性結婚が認められた国です。台湾国旗、Republic of China flag、中華民国国旗。台湾の国旗の柄は青い空、白い太陽、真っ赤な大地、そして12の光が描かれています。以上が台湾ボックスの中身です。気に入ってもらえたかな？みんなで仲良く協力して、もっと素敵な世界にするために頑張ろう！